はい、どうも大瀬明葉でございます。さあ、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただければ幸いです。さあ、ということでですね、今日からはですね、夏に聞きたい山下達郎編ということでやっていこうと思います。この間まで夏に聞きたいシティポップとか、夏に聞きたいサザンオールスターズ50曲なんかやってまいりましたけども、今日はですね、夏に聞きたいシリーズということで山下達郎さん、こちら紹介していこうというふうに思っております。山下達郎さんはね、僕もライブに行ったりもしてますし、本当大好きなんですけども、僕のこのチャンネルでもですね、たまに山下達郎さんの、アルバムや曲なんかを、紹介したことも、ありまして、そんな関係上ですね、山下達郎さんをですね、今回はですね、夏に聞きたいというテーマに沿ってですね、13曲紹介しようかなと思います。夏だ、海だ、達郎だというですね、言葉があるぐらいですね、山下達郎さんといえばもう夏のイメージがやっぱ強いわけですよね。もちろんクリスマスイブとかで冬のイメージもあったりするんですけども、そういった夏のイメージが強い。山下達郎さん自身は夏のイメージっていうか、リゾート的なこと自体にあんまりこうなんか納得いってないみたいな部分も本人からしたらあると思うんですけども、やっぱ夏曲が多いということで、今回13曲に厳選してね、13曲以外にもいっぱいあるんですけど、夏曲、山下達郎さんの聴きたい曲いっぱいあって全部好きなんですけども、僕がですね、独断と偏見でまたですね、13曲ちょっとね選んでみようじゃないかということで、夏に聴きたい山下達郎さん、結構有名な曲が多めに出てくるので、山下達郎さんあんまりね、詳しくないというか全然聞いたことないという方もですね、これを機にですね、山下達郎さんの曲とですね、この夏をね爽やかに過ごして、いただければいいかなと思います。やっぱ山下達郎さんの曲の魅力っていうのは音の職人ということで、本当にこの曲のアレンジとか編曲とか、もう演奏、そしてボーカル、何もかもが、本当非常にこだわって作られた、職人なんですよね。もうアーティストでもあり、作曲家でもあり、ただ他のやっぱね、そういったアーティスト作曲家と違うのは、音作りとかもう全てにこだわりがあるっていうことで、本当に一曲一曲がもうクオリティが高すぎて珠玉なんですよね。昨今で言うとですね、シティポップのキング、ゴッドとして世界的な評価も得ている山下達郎さんですけども、すべての音の魅力が、毎回聞くたびにですね、新しい発見があるということでね、聞いてる人のいろんな感情の起伏っていうものを音で再現してくれてる、それが本当に山下達郎さんの大きな魅力かなと思います。本当に山下達郎さんはね、やっぱ聞いてほしいなというふうに思うんですよね。もちろん知っててね、ファンの方からしたらこんな、の当然知ってるよみたいなことも今日いっぱい出てくると思いますけども、ぜひそこはお目に見ていただければと思います。ということで今日はね、前置き長くなってしまいましたが、山下達郎さんの、13曲、前編後編に、例のごとく分かれてご紹介したいと思います。パパッとこうね、簡略的に紹介するので、詳しいことはね、また違う動画にまとめていこうと思います。始めていこうと思います。ということでですね、夏に聴きたい山下達郎さんの、名曲13選ということで、僕がね、選びました。まず1曲目が、夏の日でございます。これがいいですよね。サーカスタウンという山下達郎さんのですね、アルバムに、入っております。で、今回言うの忘れてたんですけども、山下達郎さんの、ソロ作品を紹介するんで、そのシュガーベイブとか、ナイアガラトライアングルとか、そういったものは今回は紹介しないという、流れになります。夏の日でございますけども、バラード曲なんですけども、夏の思い出を切り取ったりとか、夏のこう断片的な匂いっていうものがするような名曲かなと思います。サーカスタウンっていうのも、山下達郎さんがソロになって、間もない段階で出された、そういったアルバムになっていて、シュガーベイブが解散したことであったりとか、山下達郎さんって60年代のオールディーズとかがかなり大好きで、レコードマニアというふうに言われるぐらいね、そういった音楽がすごい好きで、そういったものから影響されて音楽作りなんかをねやってきた、わけなんですけども、シュガーベイブの時もね、そういったものから影響された音楽をやってきて、編曲とかも一人で音作りなんかをやってきて、で、新たにこうソロとしてね、活動していく中で、やっぱり自分が知ってる知識とか自分ができることっていうのは限られた範囲でしかないから、じゃあちゃんとね、そのアレンジとか編曲っていうのを、海外のミュージシャンとか海外のアレンジャーに託して、そこからね、いろいろ吸収しようという、そういった意図でこのね、サーカスタウンというアルバムが作られていたので、やっぱ
このね70年代にしてはかなりクオリティの高いですね、音源になっているのかなと思います。全曲いいんですけども、僕は特にやっぱ夏の日、これがすっごい好きで、サーカスタウンというアルバムもですね、ニューヨークサイドとロサンゼルスサイドっていうのがあってね、なんか予算の関係上とか、まあ、いろんな問題があって、こうニューヨークで撮れるものとロサンゼルスで撮れるものっていうのが分かれたらしくて、でまあ当時海外レコーディングっていうのもかなり珍しいっていう、まあそういった状況でもあったので、デビューしたての山下達郎さんのこう予算とかいろいろこう鑑みた中で2カ所でレコーディングすることになったわけなんですね。でこの夏の日っていうのはロサンゼルスサイドに入っているということなんですね。このね夏の日はそのロサンゼルスの情景とか、なんかロサンゼルスのイメージの曲を書いて、見ようかなっていうのがこの曲がまあ生まれた背景ということなんですね。でこのサーカスタウンに入ってる曲となんかちょっとですね、他の曲とはまたちょっと違う色があるというか、まあバラードっていうのもあるのかもしれないんですけども、まあその山下達郎さんのこうポップスとか、まあディスコミュージックなんかとはやっぱちょっと違う感じがあってですね、アルバムを通して聴くのが楽しめるのかなというふうに思うんですけど、ライブでもね演奏されるような、一曲でございます。まあ本当何がいいかっていうと、やっぱこうピアノの音色とすごく合ってるということと、あとまあコーラスですよね、4名の方がコーラスに参加してるということで、このコーラスのハーモニーがすごく美しい感じでございます。でまあメロディーとかもですね、まあ夏なんですけども、どちらかというと夏の終わりっていうかね、そういったものがすごく感じることができるね、夏に聞きたいっつってんのに夏の終わりかよって感じなんですけども、サビとかの声を張り上げるというかね、なんか結構力強く歌うシーンなんかもあって、そこがすごくですね、勢いがあって、苦しみとかワイルドさとか切迫感とか、そういったものも伝わってくる、まあ、バラードの中にいろんな感情がこう含まれてるっていうのがまた魅力の楽曲だなと思います。続いての楽曲、素敵な午後は、こちらでございます。こちらはサイシーというですねアルバムに入っております。アルバム自体はですね、結構その日本のミュージシャンもすごい一流の方が、参加していたりするんですね、まあ、細野晴臣さんとか、坂本龍一さんとか、佐藤博さんという夏に聞きたいシティポップで紹介した、まあ、佐藤博さんという方がキーボードを、弾いていたりしています。で山下達郎さん自身もサーカスタウンでアメリカのレコーディング、終えてですね、編曲とか自分のやっぱりやりたい音楽の世界観というものをしっかり体現してくれるミュージシャンというものをね探していたということもあって、まあそういった一流のミュージシャンが集められた、最高の音源になっております。でこのアルバム自身もすごく良くて、特にこの素敵な午後はっていうのが僕は結構好きなんですけども、そのシカゴソウルっていうか、そういう音楽ジャンルを作りたくて書かれた楽曲ということでございます。細野晴臣さんとか、まあ、佐藤博さんとかがねキーボードとか、ベースやってるんですけども、一応こう譜面を用意したらしいんですって。なんか細かい動きとかギターのアレンジとか、そういう譜面を用意したんですけども、そのミュージシャンの人たちは全然その譜面の言うことを聞かないで結構自由にやってたっていうね。でもそれでもすごくいい音源ができたということで、まあ日本のミュージシャンのこの一流さというものをねこう知ったというか、そういう背景があるということでございます。型を決めるというよりかは、こういう一流のミュージシャンたちにもある程度、自由にやらせた方がいいんじゃないかって、まあそういったですねことを学んだという話でもあります。ね、素敵な午後はっていうのはね、シカゴソウル感もあるんですけども、夏のこう乾いた情景というか、そういったものが、伺えるような、まあ、そんな名曲かなというふうに思うんですよね。結構シンプルな、構成というか、シンプルな感じの音源に聞こえるんですけども、そのシンプルさの中にある夏のカラッとしたこととか、夕方過ぎの夏のこう黄昏時のなんか風景なんかもこうね、イメージすることができて、すごい名曲かなというふうに思うんですね。まあ、ギターの音がとにかくいいですよね。結構そのループでいろんなこうフレーズを弾いてたりするんですけども、それイヤホンとかで聞くと、まあ、L と R から聞こえてくるギターのあのクリーンなあのサウンドっていうのがすごくこうね、グルーヴ感もあってリズムもあって、で気持ちがいいねサウンドになっていて、で途中でいろいろね入ってくる、管楽器とかのあのホーンセクションとかも最高の音源になっていますので、ぜひこれは聞いてほしいなと思います。で続いてはですね、ライドンタイムでございます。まあこれはね説明不要かなというふうに思うんですけども、グッドラックキムタクでございます。まあそんなことはないですけど、アルバムでもありますけどね、ライドンタイムってありますけども、アルバムバージョンとシングルバージョンがね分かれておりまして、ライドンタイムで山下達郎さんは初めてオリコンチャート入りをしてですね、の転機になった、まあ、そんな楽曲なのかなというふうに思います。まあ今でこそねこのねライドンタイムっていう楽曲は、まあそのシティポップでを語る上では欠かせないというか、そのもう代表曲みたいになってますけども、当時80年初期とかにこんなサウンドとかこんなアレンジできちゃうのが僕はもう驚きでしかないんですけども、タイムってアルバムもすごい最高なんですけども、アルバムバージョンがね結構皆さん聞き馴染み
みが多い方多いと思うんですけど、シングルバージョンと結構ね違ったりするので、そこの聞き比べなんかも面白いかなと思います。やっぱこれもね、夏の爽やかさとか夏の躍動感みたいな、そんなものをこう演出してくれてる名曲かなと思います。で、続いてですね、驚よフィッシュでございます。これもね夏って感じですよね。1987年ぐらいにね出されましたけども、シングルになっております。アルバムとしては僕の中の少年というアルバムに、まあアルバムバージョンとして入っていたりします。このアルバム自体ですね、まあそのこの前のアルバムポケットミュージックなんかもそうなんですけども、アナログレコーディングからデジタルレコーディングがまあ主流になっていく、まあそんなそう時代の過渡期の中で、山下達郎さんもこうデジタルレコーディングのまあそういった機材の変化なんかにこう結構、ね、対応してたらしいんですけども、そのなんか変化になかなかねこう自分のやりたいことっていうのがうまくフィットしなかったりとか、いろいろこうね試行錯誤があったらしいんですよね。やっぱりこうアナログの良さっていうのもありますけども、デジタルの良さもね十分にありますよね。その結構いろいろ再現率が高いとかね、結構簡単にできるとか、まあいろいろあるんですけども、まあね僕はどっちかっていうとやっぱアナログの方が好きなタイプの人間なのであれですけども、ただねあんまりこう詳しくは分かんないですね。どれがあのデジタルを使ってるのかとかってね詳しくは分かんないんですけど、まあそういった過渡期の中にいたということなんですね。結構全盛期終わったんじゃないかとかっていうことをこう周りからね、言われてたりとかしたり、まあそのなんか人間関係とか体調面とか、その山下達郎さん自身結構その疲弊していた、まあそのいろいろ大変なことが多かった、そんな結構ねちょっとダークな、時期だったということなんですけども、僕の中の少年のまあそのコンサートツアーなんかもこう演奏とかになかなか満足いかなくて、結構ですね、辛い、時期だったらしいんですよね。この驚よフィッシュもですね、これまでこう For You っていうまあアルバムなんかでも有名ですけども、この山下達郎さんのまあ夏のイメージというものが、前面に出された曲としては、まあ最後の曲になるわけなんですね。まあもちろん夏曲もいっぱい出てくるんですけども、ただこうね、一連の山下達郎さんのリゾート音楽みたいなのが、ここでは一応ね実質的に最後というふうに言われているような、感じでございます。実際に CM とかでもね起用されてるっていうこともあって、その広告代理店の人とかとこう話し合いながら、まあタイトルを決めたりとか方向性を決めていったらしいんですけども、まあ当時の山下達郎さんもね、もう夏の音楽というか、そういったサマー音楽、リゾート音楽っていうものにちょっと飽きていたというか、そういう、色をつねでやりたくないんだみたいな、そういったこともですね実際に感じていたらしいんですよね。でなかなかこのシングル自体もそこまでヒットしないっていう、まあそういった事態も起こってすごく落ち込んでたらしいんですよね。周りのスタッフはですね、もう一回こう山下達郎さんの夏のイメージね、夏だ、海だ、達郎だみたいな、そういったイメージをこうね、寄り戻して、なんかこうまたヒットさせるためにすごい頑張ってくれた、らしいんですけども、なかなかこう現実とのすり合わせがうまくいかなかったっていう、まあそういった背景があるんですよね。だから本当にこの驚よフィッシュ今名曲になっておりますし、まあ音楽自体も本当に爽やかなリゾートポップな感じで、すごくですね聞いててクリーンな気持ちになりますよね。なんか本当にリゾート音楽じゃないですけども、どこかのリゾートでバカンスを過ごしたりとか、恋人とドライブをしたりとか、夏っていうものをねもうまさに体現してくれてる、そんなね名曲でございます。達郎さんの声が何よりもいいですよね。この高いキーのファルセットボイスっていうか裏声で、いきなり入っていって、そしてアレンジなんかもすごい、なんかこう高揚感が増してくるアレンジというか、リズムから何から全て僕は完璧な名曲だと思うんですよね。小さい頃に僕の父親がねもう大好きでね、ずっと聴いてたっていうね、ことがあって、なんかすごい自分の中でも、幼い頃からずっと聴いてた懐かしい歌として捉えてるっていうか、思い出が深い楽曲になっております。そして続いてネオ東京ラプソディでございます。これもねまた大好きなんですね。これ1989年に出された、シングルでございます。これもですね、驚よフィッシュ同様、僕の中の少年というアルバムに収録されてる、楽曲でございます。夏という感じのこう爽やかなサウンド面っていう意味でもいいんですけども、まあ歌詞の内容とか、その元々のこの曲のイメージというか、それもすごいんですよね。このね戦前とかの、まあ、日本映画素晴らしさにこう気づいたというか、そこにハマっていって、昭和初期の、文化というか、そういったものをすごく感じていて、違う時代に生きる自分と照らし合わせて、なんか曲を表現してみたいなっていう、そういった思いで作られた楽曲なんですよね。これ聞いててなんとなく思うのが、当時発売されたのが89年なんですけども、その89年の、まあ、最先端の、それこそシティポップじゃないですけど、最先端の音楽っていうものと、昭和初期のレトロな大衆文化っていうものが融合されて、新しい世界観を作り出したような、まあ、そんな、名曲になっているんじゃないかなというふうに思います。山下達郎さんのその昭和初期に関する趣というか、その思考っていうものもすごく見事に反映されていて、現代と過去が織りなす珠玉のサウンドというか、新
しい価値観を見出してくれてるサウンドかなというふうに思います。歌詞の内容もすごく良くて、であとまあやっぱ何がいいかって、最初のシンセサイザーとかあのギターとかのあのねカッティングのあのリズムがすごくいいですよね。チャラチャ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 のリズムパターンがこうずっと続いていくっていうのが天才的だなと思う。すごい疾走感あふれるナンバーかなというふうに思うんですよね。僕実際にライブ行った時に、この楽曲ねやってくれた時にもう嬉しくて嬉しくてしょうがなかったですね。東京ラプソディのメロディーがですねコラージュの形でですねあの曲の途中で、出てくるんですけど、まあ、東京ラプソディっていうのは藤山一郎さんの東京ラプソディってありますけども、こういうですねオマージュなんかもあって、まさにこのネオ東京ラプソディ新っていうのがね、やっぱその当時の昭和初期の東京ラプソディから時を得て作られた名曲の一つなのかなと思いますけども、好きな歌詞がねこんな気だるい夏の終わりはコーラの匂い恋の痛みも少しだけ汗になるっていうね、これすごくいい歌詞だなと思うんですよね。夏のこう終わりのちょっと蝕んだそういった情景が浮かんでくるというかね、恋の痛みも少しだけ汗になるっていうねこの表現がいいなと思います。続いて甘く危険な香りでございます。これはですね僕がですね夏に聞きたいシティポップというですね、動画の中でも紹介しましたけども、まあ、これも大好きな楽曲でございます。同じですねタイトルの、まあ、ドラマの主題歌として、作られたということでございます。もともとこの楽曲は他の誰かに歌ってもらうという、まあ、そういうですね、思いで書いたらしいんですけども、まあ、自分自身でね結局発表するということになったらしいんですよね。この曲の魅力は何かというとすごくこうエロチックというか妖艶なというかそういった魅力があるというかですね、夏の結構ベトベトした感じの大人のこう恋模様というかエロティックな感じっていうのがまた一つね魅力なのかなと思います。こう爽やかとかシティポップですから、それこそ浮かれたなんか爽やかなドライブ風景とかその夏の海でみんなでワイワイやる風景とかリゾート風景みたいなそういったものがやっぱりこうフォーカスされがちなんですけども、この楽曲っていうのはちょっとやっぱこうアダルト路線というか大人の色気っていうものが結構漂うようなちょっとねっとりした感じの音楽になっていて、聴いててですね楽しい楽曲になるんですけども、色気の一つのまあ理由としてはピアノのが低音でこう鳴ったりするフレーズがあったりとか、そういったこう一つ一つの音から色気っていうのが伝わってくるようなそんな名曲かなというふうに思うんですよね。そして続いてですねラブランドアイランドでございます。これも最高ですね。もうこれこそ名盤 For You ですね。これに収録されてます。山下達郎さんというかシティポップを語る上で欠かせない名盤でもあるんですけども、これはまあそのねシングルカットが2002年にされました。 For You なんかはね本当にシティポップでもねやっぱ代表的なんですけども、まあ、この For You というアルバムからリゾート音楽みたいなね山下達郎さんのイメージが生まれて、まあそれこそ夏だ海だ達郎だっていう、まあ、そういった言葉が生まれたぐらいのものでございます。山下達郎さん自身もこのアルバム自体がすごいミュージシャンのこの演奏の技術であったりとかそのね編曲のクオリティとか、まあ、そういったものを全てあの含めてもなんかすごい気に入ってる、アルバムらしいんですよね。山下達郎さんが結構こだわる、方なのでこうね全て結構完璧だったというかある程度良かったというふうに評価するアルバムとしてはすごい珍しいのかなというふうなイメージがあるんですけども、確かにね、もうこれはもう僕もねもう絶対に、欠かせないというか For You だけはもう名盤というかもう最高の音楽が、入ってますね。やっぱり本当にもうこれ職人としか言いようのないサウンド作りで、まあ何もこのアルバム全部聴いてもいいんですけど、やっぱこのラブランドアイランドはすごく僕にとっては楽しい夏というものを、体現してくれてるもう大好きな一曲なんですよね。まあですね最初その CM とあって、でそれのまあ音楽として作られたということで CD 化されるというかレコード化する予定はなかったらしいんですよね。映像っていうかその CM の映像がまあそのブラジルの路上でサンバを踊る女性のフィルムがあったんで、まあ、それを参考にしてそのねサンバのリズムっていうもののテンポと、こうなんか自分の曲が合うようにそこまで緻密に計算した上で作られたっていう感じで、すごくですねこうサンバのリズミカルな感じというかそういったサンバ風のリズムと、まあ、その山下達郎さんのこだわりのある音色っていうのが混ざって、まあ、より、なんかもうドーパミンが出まくるかのようなそんな夏サウンドになっていて、もうとにかくこれ聞いてると楽しいんですよね。絶対これからいいことあるでしょみたいなそんな前向きな気持ちになれるような楽曲でございます。やっぱりね一人多重録音のコーラスっていうのがやっぱ魅力でもあるんですね。この楽曲っていうのはねシングルにならなかったんですけど2002年にシングルに、なったということで、プロモーションビデオにあの東山の隆起さんがね少年隊の、出てたりするので有名かなと思います。はい、ということでですね、今日は、7曲紹介しましたけども、また、後編でお会いしましょう。ありがとうございました。